たね、観音寺。結構ね、立派なジェットコースだよね。ガーデンコートだって。今回は部屋はどこでもいいっていうプラン。ちょっとその代わり安いっていう。そうです。これもついてみるってすごいな。またすごい女性用がたくさんある。メールだな。ここでゆっくりできるじゃん。やった。なんかいい匂いするね。2階にご飯食べるって。スーパー銭湯なんだ。あるじゃん、漫画こっちにもある。まあここで集合にすればいいね。じゃあごゆっくり。何回でも行けるからさ、夕飯食った後もう一回漫画喫茶行けますよ。宿泊者専用の露天風呂がこの先にあります。宿泊者専用ラウンジ。朝5時から。朝来るか。ねえ、いっぱいあるね。ひとときの湯。ちょっとガーデン行ってみる？ねえ、四季のガーデン。ここがガーデン？すごいじゃん。へえ。そうだね。今回泊まるとこここの、ここの3階のどっかじゃない？ここを上から見えるの。いいじゃん。結構なんか紅葉がね、綺麗だよ。こんなおしゃれな中庭がハートになってるね。だからフォレストガーデンか。そういうこと。到着。1315。バリアフリーがすごいな、ね、さっきから洗面台がなんか絹肌小町だって。ちょっと良さげな化粧品。あー、これほかほかハンガーだって。あ、これがはい、トイレ。あ、綺麗だね。ウォシュレット。こっちがシャワーだけだ。本当だね。珍しいけど十分だよね、これで。だって使わないしね。シャワールームです。お部屋がこんな感じです。いい感じじゃん。なんかいいね。うん。畳があってソファーもあって
まあテレビは少し小さめ。おっと、冷蔵庫ちゃんと冷凍ゾーンもあるじゃん。で今日はじゃあ麦茶とコーヒーで、一番下はセキュリティボックス、クローゼット、広めのクローゼット。浴衣も結構サイズが、あ、本当だ本当だ。館内は浴衣で過ごせるって、なんかレストランも浴衣でいいんだよね。それいいな、タイプ C からマイクロ USB 全部あるやつ。違うなんだ、あ、これ布団だ、寝れますと。消防はさっき見ちゃったけどな。これがフォレストガーデン、いいね。2種類あるよ、ね、お菓子が。うなぎドゥーレとうなぎせんべい。この前どっかで食べたことあるよね。うん、初めて食べた、美味しい。以上、お部屋紹介でした。今日は何個室ですか？131、はい、131。タイムサービスの釜飯を準備してます。はい、大きく金田の知らせございますので、はい、お召し上がりください。急いで今度、はい、31、はい。はいはい、あ、はい、ビンビールのキリンで、はい、こんな初めて見た。カボチャの冷製スープ、カレー、チキン、3種類だよ、子供と。あ、ナン、カレーの味噌汁、茶そば。あ、うまそうだね。タウン、すげえ、中華か、ここは。うん、ポークステーキ。で、これ海の宝石だって。すごい、ドレッシングなんかいろいろあるよ、ムージー、お寿司だって。なんかめっちゃいい匂いするね。パンプキンサラダ、秋ナスね、キッシュとかあるよ。うなぎ茶漬け、餃子、シーフードピザだよ。ありがとうございます。すごい、すごいね。ねえ、うなぎ。じゃあお疲れ様です、乾杯。うまいっすか？うまっ。まずステーキから、うん、うん、うなぎ、うん、うなぎがさ、でかいよね、一切れ。はい、あざまーす。割と少なめ。松茸と栗のご飯、松茸、松茸、栗、
え、しかも2個入りとかあるじゃん。あ、なんかね、2個なんかね、あった。ラーメン、ラーメン、醤油ラーメン、うん、あとお茶そば、お茶漬け、お茶漬けか、うなぎの、それもうなぎを、うん、うなぎを、はい、めっちゃジューシーだな。やっぱここめちゃくちゃレベル高いな。改めて。結構乗ってるじゃん。Yeah。遊園地。いいね。遊園地ってちょっとテンション上がるよね。うん、じゃんね。すごい。今ここだけなんだ。こっち側にはあんだ。こっち側に半分以上。そうだね。でそれはこっちだ。普通に楽しそうじゃん。玉ねぎくん、
それで割引になりますね。はい、特区の大本とオルゴール館セット券ございます。オルゴール館もセット券で、はい、お二人で2460円。はい、なんか不思議な感じだね、もう一回来るの。本当ね、一日中過ごせる。一日中じゃないよ、二日中過ごせるもんね。本当だよね。知らんかったね、こんなに過ごせるなんてさ。デジャブ。昨日と一緒のこと。まあとりあえずゆっくりしてまた漫画のとこでデジャブ。Yeah, right.